難しいんですよね。一人でこのナイターつけてもらってですよ。センターへ大きな打球だ。赤松がよじ登って取りましたね。これ取りました。赤松ナイスキャッチ。ものすごい拍手です。いやー、これは超ファインプレーですよ、石原さん。これはね、山本義彦から金一封ですよ。はい、もう一度ご覧いただきましょう。いやー、これは本当カモシカ天才ですね、これ。見てください、これで、ね、うわー、これチンプレー、コープレーだったらコープレーショー間違いないね。間違いないですね、これはもう。よくメジャーでね、イチローが見せますけれども、いやいや、これはもうね、野球選手じゃなかったらオリンピックの選手になれてますね、これ。こうやってフェンスをよじ登ってホームランボールをつかみ取るっていうのは、意外にこう少年野球の選手と憧れだったりするんですけど。